ち上げ。どっち打ってんの。入ってくれ。フェアウェイ、フェアウェイ、ナイスフェアウェイ、ナイスです。ここから景色がすごくなるらしいです。どうだドカーン。うわめっちゃ打ち上げ。いやめっちゃやっと打ち下ろしきたと思ったらもうすぐ打ち上げ。めちゃくちゃ登ってるんですよ。あれですね、遥か彼方に。これはそのための打ち下ろしだったんですね。そうです。いや、騙されました、打ち下ろしに。天ぷらです。まあ、まあ、いい。フェアウェイには行きましたでしょう。奥バンカーとかあるんで、ここはグリーン手前からこのフォローに乗せて。オッケーです。左今我慢して。ありがとう。すっごい我慢して手前から行ってバッチリでしたよ、距離。あ、バッチリ、ね、はい、本当です。全然オーバーしたもんね。よかったです。北六甲は手前から攻めるですよ、皆さん。ワンパットが。次。うまいよ。いやすごい。ありがとうございます。今左サイドですかね。右バンカーの左ぐらい。そんなもんでいいんですか。タイタンっていうか、あの左に行けば行くほどちょっと距離が遠くなるんで、まあ狙っ、あの真ん中にある一本ちょっとピョンって一本木狙いでもいいと思いますけど。はい、ここから2ホールがプロもね、賞金がかかって1打が大事になってくるところね。最長距離。うわあ。まあ困りました。うん。無理せずユーティリティで。右バンカー方向。ちょっとこう右に流れやすいんで、ちょっと気をつけたいと思います。というか打ち上げの難しさは必ずこう放物線描かないと転がってじゃ乗らないんで、それがねやっぱ打ち上げの難しさかなと。めっちゃダフル。なんか上げ方がググググググってなり始めてるね。奥はダメですね、また奥ダメです。フライヤーしてるかも。フライヤーした。一個ぐらい入ってくれ。お願い。いやー、最初ホール
気持ちいい。うん、これは右の木の方ですかね、うん、ちょっと遠くなっちゃうかもしれないです、距離が。なんで、あの左にあるちょっとコブ、はい、わかります、コブの方がいいの方がいいとは思います、うん、はい、安全は右ですけど距離がちょっと遠くなっちゃうんで上げてますしね。了解です、はい、バンカー方向ですね。おお、ナイスショー。ありがとうございます。ナイス。じゃあ1番。ナイスショー。ありがとうございます。最後の一番待ってくれ。頑張って。いけ。ギリギリ縁。おお。願いが願い叶いました。ナイス。上りスライス。ギリギリぐらい。関西弁が飛び交っております。準備中です。感染のお部屋になるっぽいです、っぽいですというか、なんでね、皆さん来たら当日ここはまたガラッと雰囲気が変わってると思うので、ぜひ。もう疲れてます。いやー本当に、ね、はい、なんですかね、なんですかね、もう焦点が。でもなんかすごい私は難しいの割と好きなので、はい、もう次来た時はっていう気持ちに今なってるんですけど、うん、はい、こうもっと頭を使って落としどことか考えていかないとここは難しいコースだなと思いました、はい、まあ、今日回ったんでプロが本当はどういう戦略で攻めていくかとか、うん、番手とか見ながら話できるかなと。で結構景色が変わるので、あ、ここ覚えてる、あ、こここうだったよねっていうのが言いやすいなと。どうでしたか、はい、すっごく大変でしたけれども、たくさんあの心さんにいろいろ教えていただいて、あの次に生かしていきたいと思います。もっと練習頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、ケリーさん見ててどうでしたか。いやー皆さんが結構苦戦されてて、でも楽しそうに皆さんもう楽しんで回られたのが伝わってきたので、とても私も楽しくラウンドを付き合わせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。本戦つくんですか。本戦もつきます。お、はい、頑張ります。お比べられる、全然違う。そんなことないです。皆さんもすごく、いや、そっか、素晴らしい、頑張ってくださいね。いやいや本当に本戦、私もなんかその辺にうろちょろうろちょろしてる。そうですよね、お互い頑張りましょう。以上です。ありがとうございました。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。LPGA ステップアップツアー ECC レディースゴルフトーナメントが7月5日から開催されます。私、さゆさこころも本戦取材に行っちゃいます。詳細や当日券は概要欄のリンクにあるので、そちらを参考にしてもらえたら嬉しいです。現地に来られない方もトーナメントの模様がなんと生放送されちゃいます。なんでぜひ ECC の YouTube チャンネルでご覧ください。みんなで一緒にトーナメントを盛り上げましょう。バイバーイ。